画区実現ネットです。よろしくお願いいたします。9月10日に私たちが支援している子ども脱被爆裁判の第2回口頭弁論があります。子ども脱被爆裁判は2つの裁判を提訴しております。このうちの子ども人権裁判という裁判がありまして、この子ども人権裁判で被告である福島県と市町村が請求の却下を今求めています。そして中間判決で今門前払いされる可能性が出てきております。子ども人権裁判では安全な環境で教育を受ける権利があることの確認を求めています。弁護団は安全な環境とは追加実行線量が年 0.3 ミリシーベルト以下の環境としています。チェルノブイリの汚染の定義は年 0.5 ミリシーベルト以上でした。この 0.5 ミリシーベルトは外部被曝と内部被曝の合算です。しかし年 0.5 ミリシーベルトでもチェルノブイリでは深刻な健康被害が起こりました。これを教訓といたしまして弁護団の皆さんは安全な環境を年 0.3 ミリシーベルト以下として、この数値を安全な環境として子どもたちが教育を受ける権利があることの確認を求めております。しかし子どもたちはこの4年半、年 0.3 ミリシーベルトとは全く無縁である過酷な環境で学び生活してきました。原告の子どもたちの生活環境は全員が1平方メートルあたり4万ベクレル以上の汚染があります。放射線管理区域以上の汚染があります。一番土壌の汚染がひどい子どもさんでは18万ベクレルパー平方メートルありました。空間線量も毎時 1マイクロシーベルトを超える子どもさんが大勢いらっしゃいます。子どもたちは防護服が必要な環境で4年半、過ごしてきました。そしてこの子ども人権裁判で訴えの利益がないと裁判を門前払いしようとしているのは福島県と子どもたちを実際育んできた市町村である川俣市、伊達市、福島市、いわき市、田村市などです。子どもたちは自分たちのふるさとからこのまま住み続けて被爆しなさいと言われています。子どもたちを守ろうとしないのは子どもたちが実際に住んでいる市町村です。こんなひどいことがあるでしょうか。基本的人権も生存権も教育基本法や学校教育法の理念なども全てがないがしろにされています。子どもたちの尊い命が全く守られていません。こうした福島県と市町村に私たちは負けるわけにはいきません。裁判を門前払いにするわけにはいきません。ぜひ裁判の、ご支援をよろしくお願いいたします。上司平成上被爆内部被爆の危険性を正面から問う裁判はこの裁判しかありません。裁判には皆様の共感と関心が、大きな力になります。ぜひ皆様の共感と、関心をこの子ども脱被爆裁判に、お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、脱被爆実現ネットの皆様でした。ちょっとショートコールを行います。はい、それではピックアップいきます。再稼働反対、柏崎刈羽再稼働反対、新潟やめろ、お口の先だぞ、お口の終わってない、放射能が止まってない、放射能を止めろ、汚染水を止めろ。
はい、それでは皆さん今日も月に1回ではありますが、大きな声でみんなで歌って呼吸していきましょう。今最初に歌うのは辺野古の仲間が座り込んで辺野古警察基地ゲート前で歌い続けている、座り込めここへ、この東電前で座り込んでいる、そんな思いでみんなで心を一つにして歌っていきたいと思います。座り込めここへ。次はメッセージです。
男が振り返る
兄さんに曲歌わせてください。すいません、いつも鑑定前からこっちに行ってちょっと時間かかりました、ね、はい、東電を支えてるのはやっぱり俳句だし、俳句を支えてるのは東電ですから、東電イズオーバー、アベリーイズオーバーでいきたいと思います。アベズオーバー言いたいけれど霧が断るしよう、霧がないからアベズオーバー。選挙公約には再稼働はなかったはずよ。アベズオーバー、あたいはあんだろう、それやおもちゃになりたくないわ。アベズオーバー、クイズコントロールできはしてないぜ。アベズオーバー、最後に一つ人を騙しちゃいけないよ。当面スイッチコントロールできてると言ったのに、当社の除染したはずのものがたまってる。きっとあんたに恨み持つ人が大勢いる。アベズオーバー、感じ悪いよね。すぐに出てきて振り向かないで。アベズオーバー、アベズオーバー。天ぷら絶対でマスコに振ったり、本音を疲れてヤジを飛ばしたり、きっとあんたにうんざりな人が大勢いる。ソ連の人笑ってる場合じゃないですよ。アベズオーバー、ふざけるなよ。ソ連と一緒になるんじゃねえよ。アベズオーバー、アベンドオーバー。最後に行きましょう。アベンドオーバー、そして原発イズオーバーでございます。アベンドオーバー。そして大きな声で言おうぜ、東電に向かって、3、はい、原発イズオーバー。東電、話聞いてるだろうな。原発イズオーバーだよ。いつまでしがみついてんだ原発に。出てきた。はい、それでは盛り上がりましたところで最後です、皆さんよくご存知の、覚えてくださったと思います、原子力発電の歌っていきたいと思います。私今までなんて気がつかなかったんだろうと思いますが、この歌は実は日本協の仲間がトマホークが横須賀に来た時に作ったトマホークのだったんです、もともとは。それが原子力発電のになって、原子力発電の最後ですね、一番最後を、渡さない東京電力のというふうに歌い飛ばしていきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、行きましょう。僕ら生きているこの地球に、原子力発電は、原子力発電は必要ないのさ。緑のない地と青い海、生きているこの地球に危ないエネルギー、危ないエネルギー。
の灰は必要ないのさ。緑の大地と青い海、わさわない東京電力、電力のボスが生きているこの地球に、平和を犯すもの必要ないのさ。緑の大地と青い海、わさわない東京電力、もう一番繰り返す、僕が生きているこの地球に、原子力発電は原子力発電が必要ないのさ。